第五テルヒロは、江戸時代後期の苦行、停心。御用税天皇の団系六世子孫である。第五課、第七代並びに、第九代当主。降格天皇、仁皇天皇、公明天皇の三帝にわたって使え、神は、十一位、内外臣まで登った。形式上、本家である一条家の有士となっていたが、完成五年に、助釈、実家の家督を相続する。 以降父同様に聖画家投手として速いスピードで昇進し、自重、左この絵少将、左この絵県中将を経て、完成12年に、13位に達して苦行に列する。その後、東家世知外弁、県中納言を経て、文化12年に、県大納言となる。1819年、長男の忠義が生まれ家督も譲るが、翌年に死亡。再度投手となるが、 1830年に、次男の忠政が誕生し、翌年これに家督を譲った。幼少の当主た政を補佐する一方で、照る自身もその後長らく昇格しなかったが、天保11年には、東下瀬知恵内弁に就任し、後下4年に内大臣、右小野江大将、右馬塚佐五官に任命された。慣営元年すべての官職を辞した。慣営2年21位を授与された。 1859年に亡くなった。第五課は一条、明の子である第五冬本を思想とし、聖画家の一つであった。ありがとうございます。